猿ニ合戦は、芥川龍之介の小編。日本の民話、猿に合戦をもとにしたパロディ作品である。よく知られた民話の語られざる、後日談という題材をとっている。見事あだちを成し遂げたカニと仲間たちだが、猿を殺害したとがで、カニは死刑に処せられるという内容。1923年に、中央公論者が発行する婦人、女性誌、 婦人公論3月号に発表された。カニはウス、ハチ、卵と共に握り飯を奪った猿を殺して、あだを取った。だが、おとぎ話では話されていないことだが、彼らは、その後、警官に捕獲され投獄される。そして裁判の結果、主犯のカニは死刑に、共犯者は無期時計の判決を受ける。新聞雑誌の世論、学識者、宗教会など、 各方面からもカニたちに冷たく批判的な意見が寄せられ、死刑は滞りなく執行された。残されたカニの妻は賠償婦となり、長男は心を改め株屋で働き始め、次男は小説家となった。三男はカニ以外の何者にもなれず、やがて握り飯を拾うが、木の小には一匹の猿がいた。その先の話は、もしも、 猿と戦ったらカニは天下に殺されることは事実だと、我者は語り、君たちも大抵カニなんですよと締めくくる。電子書籍以外で文庫版、新書版等の形式で出版されているものを挙げる。ありがとうございます。